あなたが通ってきた人生の悲しみはすべて喜びに変わります。あなたが通ってきた心の痛みは喜びへと変えられていきます。愛する子よ、私はあなたが私を信じ私に仕えたことを知っている。それを私はあなたに正しく報いていこう。しかし愛する子よ、覚えなさい。私があなたを許したようにあなたも許しなさい。あなたが許すならあなたはもっと大きな祝福の大海原へと入っていくでしょう。たとえあなたは許せなくても私はあなたの救いを奪いません。しかし許さなければあなたはもっと大きな大海原に入ることはできません。これは恵みです。私に求めなさい。真に許したときあなたは自由になる。そしてそれが十字架の恵み、それが復活の力を解き放つ鍵であるとおっしゃられます。この長崎の地で許すことを学ばないで何を学ぶのかと称されます。許しなさい。その時天が開かれ命が溢れ出ると称されます。この信仰の創始者であり完成者であるイエスから決して目を離してはなりません。私のそばから離れてはなりません。私にしっかりとつながっていなさい。同志は得れます。あなたが通ってきた道を私は知っている。人々は理解せず、人々はあなたのことを分かりませんでした。しかし私はあなたを知っている。あなたの叫び、あなたの痛み、あなたの悲しみ、あなたの孤独、私はその一つ一つを私の愛と恵みの中で包んでいこう、癒していこう、解放していこう。だから信仰を持って踏み出していきなさい。あなたにできなくても私にはできる。そしてあなたがそれを求めるなら私はそれに応えていこうと主は仰せられます。それでは、歌詞が出ていなくて皆さんにご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでした。それでは God is working for my good、 神様は私のためにすべてを良いことにしてくださるために働いているよという曲です。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did is.イエス様、感謝します。愛する天皇父様、イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊はここにご臨在してくださっていることを本当にありがとうございます。あなたが豊かな恵みを持って臨んでくださり、すべてのことを息に変えてくださることをありがとうございます。今から御言葉に聞きます。御言葉を通して私に語ってくださり、御言葉を通して私たちを叩いてください。どうぞ人の正義ではなく神の義が私たちを満たし、神の国が私たちに現れますように、そしてあなたの御心がなされていくように力強く導いてください。私はご臨在の主に心から期待いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それではお座りください。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。インターネット皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はルカの福音書の11章からですけれども、映像をいくつか見ていただきたいというふうに思いますけれども、最初にですね、昨日思わず笑顔になってしまう話の、ダビデ村上さんのやつをですね、デボラ村上さんのやつをお願いします。こんにちは。私は人吉市に住んでいます村上と言います。今日は私にとっては奇跡のお話をさせていただきたいと思います。私は24年前にイエス・キリストを信じクリスチャンとなりました。クリスチャンになる前の私は他の宗教に行っていました。とても熱心な信者でした。私が30歳の時にクリスチャンである友達が私の家によく遊びに来るようになりました。クリスチャンの友達は私にイエス・キリストの話をよくしていました。でもその当時私は他の宗教に行っていましたので全くこの興味がありませんでした。
反対にその友達を私が言っている宗教にこの導き入れようとしていました。ある時その友達が私に、長崎教会から牧師さんが来るのでお話を聞きに来ない？と言ってきました。普通だったら私はお断りするんですけども、その時はなぜか行かないといけないというこの強い思いが来ました。そこで私はキリスト教会のこの聖会に行くことにしました。聖会では賛美がなされました。賛美の中で私はなぜか不思議な気持ちになり涙が出ました。そして私は何とも言えない気持ちになりました。本当に神様がいるということを賛美の中で深く知ることができました。メッセージの中でも神様のことを知ることができました。聖会が終わって教会の牧師さんが私のもとにやってきて、イエス・キリストを信じませんか？と言われました。私ははいと言ってイエス・キリストを信じるお祈りをして救われました。クリスチャンとなりました。本当にまさか私がクリスチャンになるとはと思っています。クリスチャンになる前に私は絶対教会にも行かないし、イエス・キリストを信じないと思っていたんですね。でも教会に行った時に、本当にこの神様は本当の神様だということを知ることができました。そして私が救われた後、夫も救われ、また4人の子供たちも救われました。本当に神様に感謝しています。そして私たちが抱えている多くの問題が、教会に行くことによってたくさん解決されているのを見ています。神様にとても感謝をしております。この話を聞いてくださった皆様、ありがとうございます。デボラ村上さんというのはですね、今回の白馬キャンプにご主人、子どもたち4人と伴侶、お孫さん、総で14人で行きます。はい。で子どもたちの結婚式は私が全部指揮をしました。お孫さんたちの献辞式はまだダビデ牧師がされたんですけれども、でこの方はですね、変わった人だったんですあの本人、陰口じゃなくて本人の前でいつも言ってますからね。でお互いそう言って笑い合いますけれども、ちょっと変、宗教、他の宗教をすごく熱心にしていましたの で、まあ、救われてからやっぱしばらくの間霊的な影響もあってですね、そういうことがあって、いろんなことがあって悔い改めて解放されていって、で面白いなと思うのは、自分が母親として妻として本当にむちゃくちゃだったということに気づくんですよね。でボロボロ泣いて悔い改めて、まあ、来たんですね。だからいや大丈夫ですよって、本当に悔い改めたら全部気になりますからって、それが十字架なんですよって、その十字架を信じればいいって言った時に、彼女の意見はですね、神様に対してすごい素直なんですね。本当に悔い改めて信じたんですよね。ご主人が救われました。ご主人は中学生からお酒とタバコをたしなみ、そしてギャンブルに明け暮れ、でも仕事はきちんとする、仕事はいい仕事をするんですね。まあだったんですね。片岡大学の仕事をされてたんですね。でお酒とタバコを親公認で中学からたしなんでた方なんですね。ところがクリスチャンになって、まあ、いろんなことがあって、まずギャンブルから解放され、神様に語られて、ね、自殺未遂をしたんですけど、そこから救われて、お酒は飲んだ時に娘をこづいたら、娘の頭は石頭で平気だったのに自分の手は骨折してですねで2週間仕事ができなくなって、悔い改めたら、本当に悔い改めたら、次の日から全くお酒欲しくなくなって、今に至るまでもう20年近くかな、一滴も飲んでないですね。タバコからも解放されて、本当に夫婦仲になりました。時々私に、ね、言うんですね、まあ、いつも車で駅から送り迎えしてもらうからですね、しみじみ言われるんですよね。本当に神様いなかったうちの家族はもうむちゃくちゃでしたけど、
最近妻は痒くて仕方がないんですよねってね、よく言うわと思うけど、もう年ですよ。それがなんか全然やらしくないっていうかね、なんていうのかな、いやもうね、なんだかんだ言ってね、うちの奥さんの方がね、信仰的にはね、やっぱすごいんですわとか言ってね、言うんですよね。それがなんかこう本当にこう温かい、聞いてるとこっちの心も温かくなる雰囲気なんですよね。まあ、子供たちはいっぱい問題があったんですね。長女はその地域の警察の方が、知らない方は誰もいないということでしたし、次女は次女で別の問題で、まあ大変でしたし、ね、長男は、ハンディを持っていて知恵遅れになりましたし、そういうことだったんですけども、まあこの前次男の結婚式を私しましたけど、本当にみんなイエス様を信じて教会につながるようになって本当に良かったなと思います。で、一人の人が心から真実な悔い改めをして信じると、大丈夫、真実な悔い改めをして、もしたら信じると、頑張らなきゃじゃなくて、神様はどうしようもないけどしてくださると信じると、本当に神はしてくださるんですね。で、この家族はだから今年14人でそうで白馬に行くんですよね。いや、なんかすごい感動しております。本当に良かったなと思いますよね。で、今思わず笑顔になってしまいました。これありますけど、ご主人も娘も、もう一人の娘も毎月投稿してくれなったんですけど、申し訳ないけどみんな投稿することあふれるほどあるんです。どうしてか、むちゃくちゃだったから証がいっぱいあるんです。言い換えたらマイナスがいっぱいあったから、その一つ一つを神様プラスにしてくださってるっていうね、素晴らしいなと思います。で、特別だと思わないでください。どなたの人生にも形は違ったり、人と比較すると大きい小さいですけど、その人にとっては悲しかったり辛かったり、いろんなことがあるんです、どの人にも。でも神様はエコひいきなく、人との比較ではなくて、本当にその人にとっての一番最善なものを、一番良いことを必ず出してくださる方なんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。鍵は悔い改めと信仰です。本当にこの十字架があるから悔い改めて、そしてイエス様がいるから大丈夫って信じることですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。もう一つ、聖書ってこんなに素晴らしい、一つ聞いた後今日の説教に入ります。キリストだけが神と人との唯一の仲介者。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。テモテへの手紙第1、2章、5節。私たちが信じている聖書の神は唯一の神です。日本では、八百万の神と言いますが、それは人が作った偶像の神に過ぎません。まことの神は唯一の方です。唯一の神であられる方は、聖なる方。清く汚れない方で、正義を行われる愛のお方です。人間は最初に神によって創造されたアダムが罪を犯して以来、神と生きた交わり、生きた関わりができなくなりました。その結果、すべての人は死ぬようになり、死は永遠の滅び、わかりやすく言えば地獄に落とされてしまうのです。しかし愛であられる神は、何とか人間を罪から救い、再び神との生きた交わり、生きた関わりを取り戻し、永遠の救いを与え、天国に招き入れたいと願われました。それで、一人子であるイエス・キリストを人として地上に遣わされたのです。イエス・キリストは神であられるのに人となり、罪とは何の関わりもなく、一度も罪を犯されませんでした。しかし罪の罰と裁きを人間の身代わりとなって引き受けるために、十字架の死にまで従われたのです。本来死ぬことのないイエス・キリストが死んで黄泉、つまり地獄に下られたのです。それは私たち人間を救い、人が神との生きた関わりを取り戻すためです。人となってくださったイエス・キリストだけが、私たち人間と神との唯一の仲介者なのです。この方、イエス・キリスト以外に救いはありません。イエス・キリストだけが神と人との唯一の仲介者なのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
した、はい、キリスキリストが唯一の仲介者ですね。ぜひね、そのことを覚えてほしいと思います。聖書の方に入っていきたいと思います。ルカの福音書の11章の5節から 9節のところに有名な求めなさいそうすれば与えられますという言葉があるんですけども、今日はこの有名な御言葉が書かれる前に言われる前にイエス様が言われた例え話に目を留めながらお話をしていきたいと思います。5節からね。またイエスはこう言われました。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パン3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してやるものはないのだと言ったとします。まあ、友達が訪ねてきたんだけど出してあげるものがないと。ちょうどうちの冷蔵庫が空っぽになってしまってて、ね、ちょっともう今更買いに行くわけにもいかないし、何もちょうど今日はなかったと。でも、君なら持ってるだろって言って、もう一人の別の友人のところに行って、どうしてもこいつに食べさせてやりたいから、お腹を空かしたまま寝かしたくない、返したくない、どうしても食べさせてやりたいから頼むから、パン3つ貸してくれよ、まあ、ちょっとこれね貸してくれよって返すのかなって心配なんですけど貸してくれよってこういうわけですね。そしたらですね、彼は言うわけですね、すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。これ面倒をかけないでくれ、面倒ですね、真夜中にやってきておそらくどんどんと叩いて起こすわけですね。で、戸開けないといけない、でも戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ているって、ね、子供がいくつぐらいか分かりませんか。もしこれ小さい子供だったら、小さい子供が寝かした後に起こされるというのはどれほど大変なことかは経験者は分かる、ね、これ大変だと思うんですね。だから子供の大きさ年齢は分からないけど、いずれにしてもやっと子供も寝て私も寝て閉じまりました、やっと安心して寝てるところにいきなりやってきて、どんどん叩いて、しかも友達にパンやりたいからパンをくださいってわけでしょ。何言ってるんだよって、こんな夜中に非常識極まりないってね、いい加減にしてくれよと、起きてやれない、帰れってわけですよね。分かりやすくてそういうことですね。で、この友達、帰れって言いたくなる方の友達の気持ちは分かります。でもちょっと待ってください。その前にこの人がこの友達の方になぜ行ったかというと、ここをよく見てみると、まあ、別の友人が、この別の友人ですね、が旅の途中、旅をしている途中で寄ってくれたと。で、うちへ寄ってくれたということは、しかもより遅い時間に寄っていると思うんですね。夜中に友達に来てってことは、その前に来ているから、やっぱり夜の遅い頃だ。夜遅くなって訪ねれるということは相当親しい関係、そして信頼で夜中に行っても大丈夫と思える友達だと思うんですよね。ということはすごい特別な関係だったと思うんですね。その友達が訪ねてきたら、おーって、あ、ちょっと大変なんだろうって。ところが何とかしてあげたいんだけど何ともできないんですよね。どうしてもこの子に、まあ、この人に、まあ、パンを3つ食べさせてあげたいと、まあ、向こうだからパンですね、こっちだったらおにぎりでしょうかね、まあ、食べさせてあげたいと思ったんですよね。良いものを食べさせてあげたいと思ったんですね。昨日も話しましたけど、私は大阪に実家があって、両親が天に帰りまして、まあ、お家はねもう小さな家なんだけど、駅の近くだから、まあ、それなりの価値があって、まあ、私はこれをちゃんと売ったら一番世話してくださったお姉さんに渡して、あともう一人のお姉さんに負けて、私はほとんどかかってないから、まあ、少しだけそのもらえばいいと思ったんですけど、まあ、姉さんたちがいらないって言ったんですけども、でもやっぱ売ろうと思ったんですけど、イスラエルから帰った時に2週間の隔離感をそこで過ごしたんですね、長女とね。ものすごい乗りやすかったんです、両親が祈り込んでるからですね。だからリフォームして残すってことにした時に、姉たちもすごい喜んでくれて、でそれから私が定期的に、まあ、1月に1回か2月に1回か3月に1回しか行かないんですけど、行くと、まあ、前からそうですけど特に最近は一番上の姉も来るようになって、一緒にお祈りしたり賛美をしたり、まあ、小さな集会をするんですね、うちの娘も来てね。でその前に必ず食事を出してくれるんですけど、2番目の姉がですね、ずっと両親を探したんですけども、必ずデパートに寄っていくんですね。でデパートとスーパーではね、物が全く違うんです。私はデパートで買い物したことはほとんどありませんけど、ね、デパートとスーパーでは全然物が違うんです。同じマグロでも、同じちりめんじゃこでも、同じトマトでも、ね、で姉は必ずその可愛い可愛い可愛いんですね可愛い弟が来たから、ね、本当にこの弟の好きなマグロとちりめんじゃこと、それからあと何か、あ
わかめしタコスが好きなんですけど、ね、海外行って帰ってきたら特に酢の物がいいんですよね。だからそういうものを食べさせてやろう、しかもいいものを食べさせてやろうって。タコスやワカメスは酢によって全く味が変わるんですけど、イーストを使って食べさせてやろうってね、姉は思うわけですよ。そしてデパートで本当に喜んで、こう場合によったら並んでいくそうです。だから、ね、必ずデパートの人が挨拶してくるんですって。そうなんですね、今でね、それが気持ちいいとか言いながら言ってましたけどね、まあ、とにかく買ってきてくれて、そしてそれなりに時間かかるんですよ。買ってきてくれて食べさせてくれるんですよね。喜んでしてくれるんですよね。なぜそうなのかというと、まあ、私のことをとても思ってくれてるからですね。で、まあ、両親が私が牧師になったことをすごく喜んでいて、まあ、2番目の姉も、1番目の姉も後で聞きましたけど、私が牧師になった時みんな喜んだそうですね。それはすごく嬉しくて、ねね、カトリック教会もね、家族から一人券出たら喜びますよね。だから、まあ、そうだったんですね。なぜこんな話ですかというと、この人もね、この夜中に来てくれる友達というのはよほど信頼関係のある友達だから、せっかく来てくれたんだって、お腹空かしてるって、あ、なんか出してやりたいって心から思ったと思う。でも出すものがないんですよね。ちょうどその時亡くなってた。で、おそらく買いに行く場所もなかったんでしょう。でもはっと思った。あ、あいつの家に行けばいいものがある、ね、ドラッグストアで買うパンではない。一斤90何円とか50何円とか60何円とかではなくて、ホテルのいいホテルのパンのようなものが あいつの家にはある。あいつだったら最初は何か言うかもしれないけど、必ず最後には出してくれると信じたと思うんですよ。訪ねてきた友人にどうしても食べさせてあげたいっていう、まあ、はっきり言って愛ですね。思いやりとか、その子人に対する熱い思いとか愛ですね。そしてあっちの池に行けば、あの人だったら、ね、必ず良いものを持っている。そして最後は必ずその良いものを差し出してくれるっていう人に対する信頼なんですよね。無理さえなくていいですからね。でそれなんですよね。それ何かというとですね、寒かったらあったかいところに行かれていいですからね。でそれで、ね、何かというとですね、つまり本当に自分のことを、ね、愛してくれてる、本当に愛してる人のために、あの人のところに行けばなんとかなるっていう、この期待感というか信仰なんですよね。でこのもう一人っていうのは、これは例えですから、人のこと人って書いてありますけど、これは神様のことなんです。わかりますよね。つまり誰か大切な人のために神様のところに行って心から願うなら答えられるということなんですよね。で、だからね、この人はね、その訪ねてきた友人のことを本当に、まあ、愛してたっていうか大切に思ってた。そして頼みに行った方の人のことに対しては信頼してたんです。この人だったら絶対最後はくれる、それ必ずあると信じてたんです。これ父なる神様なんです。でガラテヤ書に愛によって働く信仰って書いてあるんですよ。本当に愛によって働く信仰っていうのは必ず神の手を動かすんです。で面白いですね、これでね、まあ、でも非常識もいいと思うんですが、真夜中に行って寝てる子を起こしてでも皆さん、誰かのために非常識なぐらい神に求めてますか？日本人がねちょっと弱い気がするんですよ。変なところでね、謙遜とは言わないけど、本当は変なところで、私なんかもっと言えば、あの人が、まあ、助けてあげてほしいけど、ああなったらもう当然だから、ああでも神様どう変われんで、でも無理かなって、そういう感じですよね。でも皆さんね、私もあなたも申し訳ないけども、神様に助けていただく資格なんてないんです。私もあなたも全然ふさわしくないんです。何を今更ふさわしくないなんて言ってるんですか？本来全くふさわしくないんです。神の前には、人と比べたらね、私よりふさわしい人は山ほどいます、認めます。でも神の前に出たら、その私よりふさわしいすごい人も神の前に出たら全くふさわしくありません、この方の前に行ったら。でもね、十字架があるんですよ。でこの十字架があるから、もう全然ふさわしくない私でも神に大胆に求めていいんですね。厚かましい、これ厚かましさって言葉なんですけどね、この後に、8節で、これがキーなんです。今日のあなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。
あくまで頼み続けるならって書いてますよね。で、つまり何かと、あくまで頼み続けるっていうのは、これ厚かましさのようにって言葉だから、厚かましいほどにってことです。まあ、もっと分かりやすく、ずうずうしい、厚かましく、ずうずうしく、まあ、しつこく求めるならってことです。で、ただこれはさっき言ったように、本当にこの人のことを思ってるから、そのために厚かましく、ずうずうしく求めることですね。で、人ってね、本当に愛してたらね、ずうずうしくなれるんです。そこなんとかって言ってね、プライドにも死ぬ、もう失礼は承知、でもなんとかお願いします、あなたしかいないんですってこうなるんですね。これってね、あのさっき言った、その人に対する愛と神様に対する信仰の表れなんですよ。で、この時あくまで頼む時は厚かましいほどに頼むならって書いてあるんですね。で、そういう厚かましさを神に対して持ってらっしゃいますか？誰かのためにそういう厚かましさを持って祈られますか？最近ですね、長崎教会に来ていらっしゃる黒人がいて、鹿児島で行かれてですね、お姉さんもお母さんもお姉さんも疲れちゃったんですね。で、あのいい意味でですよ、いい意味でね、この厚かましさのような気がいたしますとってもいい意味で、だってこれ愛から生まれた信仰だからね。で、私最初聞いた時ですね、言われたんですね、死にたら洗礼させてもらえなくて、いきなり洗礼まで飛んだわけですね。びっくりしたけど、精神的に言って全然妥当なんです。本当に死にたら洗礼受けた方がいいから。でも、そこまで期待するっていうのは、ね、本当に神様に期待してんだなと思った。やっぱりあのキャリアが出てくるとね、簡単に人は救われませんので、不信仰になるんですね。でもね、どうしても救われてほしいっていう、その人への熱い思いと、神様だったら救われるっていう信仰でしょ。で、その人がどういう人生生きてきたかは知りません、ね、本当に痛い苦しい人生だったのかもしれないけど、そこから救い出してほしい。あれ、逆にグードルへっぱいして罪だらけだったのかもしれないけど、そこから好きだしほしい。どっちでもいいんですけど、人間的な考え方でいくと、そんな簡単に救われないし無理だよって思うと思うんです。でもそうじゃなくて、でも神様がどう変わるんで救ってくださいって、この思いですよね。皆さん、それをね、持ってますか？癒しでもいいし、経済的な問題でもいいし、どんなことでもいいけど、その誰かのために神様の前に、もうそれこそちょっと言葉悪いけど、恥も外聞も捨てて、厚かましいぐらいしつこく、神様お願いしますって、あなたならしかできます、あなたならできますって言って、この願う心なんですよ。その後に求めなさいなんだから、探しなさいなんだから、叩きなさいなんだから、その時にね、神様は答えてくださるよっていうことなんですよ。いやね、あの求めなさいって、もちろん自分のこと求めていいですよ、間違いない、自分のことって素直に求めていいです、神様喜んで答えてくれますが、ここはここの例えからいくと、この場面ではいいですか、自分のこといくら求めてもいいですからね、間違いないです。でもこの場面では明らかにその訪ねてきたのとためなんですよ。で、そのために本当に人のところに行くと、そしてそのために厚かましくなれますかってことなんですよ。で、これってね、 こっちの人に対するね、本当に愛がないと難しいんですよ。あのカナン人の女ってのは自分の娘でしたよね、確かね。カナン人の女って聖書なんですね。あの信仰を褒めてもらったのは2人いるんです。百人隊長とカナン人の女、どっちも異邦人なんです。で、カナン人の女の場合はね、ちょっと人間で言ったらかわいそうなところなんですね。イエス様に無視されてね、それでね、あの私は犬に与えないなんて言われてね、あの犬っていうのはいい意味じゃないからね、犬って言うとかわいらしいのイメージが、あの犬っていう意味はスパイとか意味の犬で使われてるから悪いイメージなんですよね。それでも最後ね、子犬でもパンクでいただきますという時に、イエス様は最後、ああ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願った通りになるようにって言って癒されちゃうんですけど、あれね、なんであそこまで食い下がったか分かりますか？娘を愛してたんですよ。どうしても治してほしかったんですよ。そしてもう一つ、イエス様なら治せると信じてたんですよ。イエス様は必ず治せると信じてたし、イエス様なら最後は絶対聞いてくれると信じてたんですよ。信じてます？イエス様なら答えてくれるって。でね、ここも一緒なんですよ。そのためにね、普通に言ったら非常識、普通で言ったらもうとんでもない、でもそのもう一人、その大切な、その訪ねてきた友人とっても大事だったんでしょう。その彼のためにもう非常識分かってるけど、それでもお願いしますと言ったと。で、これは繰り返します、これ神様のことね、例えだから。それほど熱意を持って後に来ますかって、厚かましい、非常識と思うぐらい来ますかってことなんですよ。で、一つ注意、人にしてはいけません
今人にそれをしてしまうとストーカーになります。訴えられたら裁判で負けます。人に対してそこを何とかお願いしますって人にやらないで、神様に。人は答えられる範囲があるんです。経済的な面で、人格的な面で、時間的な面で、ね、できないことがいっぱいあるんです。人間にはやってあげたくてもね。でも神には不可能はないんです。神様は喜んで答えてくださるんです。で、私はその神様を知ってるんですよ。十字架を知ってるんですよ。どんなどうしようもなくても、どんなあの罪だらけでも、本当に悔い改めて神のもとに行くと、もう喜んで答えてくださるこのイエス様の愛と十字架を知ってるんですよ。だからね、その持っていくんです、主のところに、イエス様のところに。すると父なる神様はね、最後には必ず答えるだから、求めなさい、これは言語では求め続けなさいです、ね、でパウロ6章でしつこくしつこく求めるんです。そのしつこさってのは実はね、愛の表れなんですよ。神への信仰の表れなんですよ。だからなんかね、神様がね、しつこくしつこく言ったらね、もう仕方がないからね、もう嘘戸棚が取り出して、もう分かった、うるさい、パンとこういうことじゃないんです。こういうイメージを持ってる人時々いるんですよ。もうしつこくしつこくしつこく願ったら、神はもう仕方がないから、もうね、なんかもう分かった分かったって言って、ほいって言ってこう投げられるって、そんなイメージ、よく時々いるんですよ。そういうことじゃありません、これは。本当にこの人は、その人に対する愛と神様の信仰があるから、諦めないんです。厚かましいぐらい大体に求めるんです。そして神はそれを必ず答えてくださるんです。これをぜひ知っててください。そして、まあ、この後は何度も説教しましたけど、一応復習を兼ねて、その後に10節以降を見ると、求める者には必ず答えてくれと書いてあって、子供が動くださいという時に蛇を与えるか、ね、卵をくださいという時に誰がそれを与えるかってこう書いてあります。で、魚と蛇、卵と刺さりと書いてあるのは、ちょっと極端ですよね。でも極端の方が分かりやすいから、そうしているのは一つ。もう一つの理由は、ね、人はですね、神様の時に聖書の神様ではなくて、どうしても世の中にある神々という神様、ね、その神様っていうのはね、偶像なんですよね。はっきり言えば悪霊なんですよ。その悪霊の神様の、ね、にはね、日本だと例えば罰が当たる、ね、触らぬ神にたたりなしってありますね。聖書の神様には 100% 当てはまりません。全く違います。が、この世の神、いわゆる悪霊とか偶像の神には当てはまります。罰当てますよ。直してくれたら縛り付けできますよ。罰当てますよ。触らぬ神たたりなしですよ。あんまり深入りしたら大変なことになりますよ。で、それを知ってるから、下手に神様に魚魚魚をください、おおとか言うとですね、ギョッとするようなものを返してもらえる。つまり蛇が来るとっていう、こういうイメージなんですよ。でも聖書の神は絶対深くありません。聖書の神は魚を求めるなら、あなたにとって一番良い魚を、あなたが一番好きな魚を用意してくださりますよってことなんですよね。でもどうしても私たちはなんかあんまりそうやって言うとかえってまずいってことになるんですよね。このイメージがあるんですね。で、そうじゃない方はもう聖書の神様ではちゃんとあなたの心に入ってきました、喜んでください。でもそうじゃない人いっぱいいるんです、実は。だから素直に大胆に神に求めないことがあるんです。でも聖書の神様は本当に私たちが求めるときに最善のも最高のものを与えてくださるから、それを本当に神様に求めていいんですよってことなんです。そのさっきの厚かましさとこれは同じこと言ってるんですね。もっと大胆に本当に心の願いを言いなさいよって、もっと大胆に求めていいんですよってこと言ってるんですね。これをでもね、覚えてほしいんですね。そしたらですね、神様はですね、それをね、与えてくださいますよってことなんですね。そして最後に13節、してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊くださることがありましょうって書いてあるのは、聖霊って書いてあるんですね。で、一番最高に良いものは聖霊様なんです。言うまでもなく聖霊様が与えられてますよ。イエス様信じてると、ここで意味はただ与えるだけじゃなくて本当に聖霊に満たされること、満ち溢れること、前話したかな、聖霊のバプテスマのところでね、来たされること。そうなるとどうなるかというと、聖霊に満たされるとね、もう喜びと平安が溢れてくる。一回ヨハネの映像を見てもらったことがあると思うんですね、だいぶ前にね。で、光くんもそうですけど、聖霊に満たされるとですね、もうなんかこう内側から喜びが溢れてくる。うちのヨハネはこれが聖書は神の言葉であるっていうことを、一応そこに立ってたんだけど、よく分からなくなってた。
神に酔ってたらある時飛行機でパトモス行く時にこれが神の言葉って分かっちゃったんですよ。聖霊に出されて、で呼ぶ言葉がもう語られてきて涙が溢れてきて止まらなくなった。冷静なんですよ、すごく冷静なのにそうなる。でこれまずいと思ってトイレに行ってちょっと気持ちを冷やそうと思ってトイレ行って読みたらまた涙が出てくるんですね。で聖霊に出されたからですね。で本当に聖霊に出されてくるとね変わるんですね。で面白いのは聖霊に出されるとね何が起こるかというとね、あの問題は解決するんですが、解決したからハレリアじゃないんですよ。何も解決してなくても神と共にいるからハレリアなんです。そして当然結果は解決するんです。間違いなくない。神は必ず解決してくださいますが、なんか解決されたからハレリア、癒されたからハレリア、何かあったからハレリアっていうのはですね間違いではありません。でもそれはまだ初歩です。本当に神の霊に満たされてくると、だって絶対天国があるからね。病気が治ることはすごく嬉しいし神はいくらでも癒してくださいますが、この体を持って天国行けないからね。だから本当に神様を知ってくるとね、あのもちろん癒しを求めるんですよ。でも病気であることも感謝なんです。秋元牧師は病気であることの祝福と癒されることの祝福って本を書いた。あの人癒しの証しいっぱいしてるし癒しをいっぱいやってるんです。でも彼自身はすごい病気を勝ってしたし、今も癒しを信じてるけど今人の目にも明らかな状況でしょ。でも神様あえてそこを通してるでしょ。これ治りますよ。でも大したでしょ。何を言ってるかって言ったら、その中で文句言ってませんよね。分かりません。大事なところなんですよね。あの瞬時に治すこともできる、時間をかけて治すこともできるけど、最初の方に試験があります。で本当に精霊に満たされてくると一番良いのだってことは、どうしてかって言ったらね、その目に見えるこの地上の現状に振り回されなくなるんですよ。そんなことに振り回されない喜びと平安が来るんですよ。あの田原米子さんという方がね、あのお母さんが亡くなって本当に悲しくて自殺未遂をしたら指3本だけになったんですね。それでもなんで死んなかったんって本当に怖くなったけど、キリストに出会った時に指3本しかないじゃなくてまだ3本あるって言ってね、あの人ぐらい抱えてる人はいないっていう、それぐらい抱えた。何も買ってないですよ。日本できて奇跡起こったわけじゃないんですよ。でもその指3本で抱えて結婚して子供たちは本当にいい成人をしたんですよね。何を言いたかというとね、何も変わらなくてもキリストが来られると内側が変わるんです。ある場合には見える現実は変わるんです。本当に必要だったら奇跡も癒しも神は喜んでなさるから本当に変わるんです。でもどんなに変わってもね、問題って来るじゃないですか、地上に来てる限り。だって私お互い罪人で、世の中にはサタン、この地上ではサタンがいるんだから、その時にまた変わる、こうやって生きてなきゃいけなくなるんです。でも本当に精霊に満たされて神が共にいると、問題はあるんだけどどんなものが来ても、ああ冷たも感謝します、ありがとうございますってこう行けるんですよ。泉ってところにね、今受付をされている方もお姉さんいらっしゃるんですけどね、その方はですね、うつ病にも泣いたことがあって看護師さんなんですけどね、まあいろいろあったん、ね、妻としても母親としてもまあ苦しみと痛みいっぱいあってですね、ところがですね教会来て、あのさっきの話ですね、救われちゃったんですよ。死に揺れられていきなりね。それで最近ね会いに行くとね、ご主人もよく来られますけどね、あのねなんかねいろいろ問題あるけど、ね、もうとにかく感謝ですとか言ってね、とにかく感謝ですって言うんですよね。でももう今はもうだもういろいろ今でもあるんですよ。でも今でもあるけどね、もう神様知ってるから感謝ですとか言って言うんですよね。解決してることと解決しないことがいつもあるんです。いつもあるんだから祈ることいっぱいあるんです。だけどもそのもう今の現状のままで受け取ってるんですよ。これがねクリスチャンの醍醐味なんです。間違いなさい、諦めて引き受けなさい、十字架だから仕方ないって言いません。神はもちろん直してくれる、解決してくださる、証しをあふれるくださるけど、神ともにいることに勝る喜びはないんです。これがクリスチャンの一目の醍醐味なんです。聖霊に満たされて聖霊がいると何も変わってなくても、あ神がともにこんな嬉しいことはないんです。そしてその神様はあなたのことを愛してるから、もちろんいろんなことに解決と勝利を与えてくださって、証を与えてくださるんですよ。あるんですよね。これが最終的な、だから聖霊が与えるんです。これが一番大きいことですよってことを言ってるんです。これはただなるほどと思うけど、やっぱり目の前のこの満点ってあるじゃないですか。私弱いから素直に行けばいいんです。神様喜んで神は直してくださるけど、ただ一番究極的なところはこの聖霊満たされることなんですよ。それが実現するのは天国なんですよ。だからクリスチャンにとって死は終わりではないんです。死は始まりなんです。資格の始まりなんです。勝利の始まりなんです。だからクリスチャンの告別式は
人間だから目の前からいなくなるのは悲しいし、声をかけても反応しないのは悲しいけど、それに勝る喜びがあるんです。だからクリスチャンの告別式とは世と全く違うんです。これはこういう話ですね。神と共にいることのそこに行けるんだから、これをね、ぜひ覚えておいてほしいんですよね。で、そのことを最後は言ってるんですね。だからどうぞ皆さん、誰かのために、それが病気であろうと、経済であろうと、人間関係であろうと、どんな問題であろうと、喜んで主のところに行って、しつこい厚かましいぐらい大胆に、もう厚かましくしつこく求めてほしいと思います。主は必ず答えてくれます。そして究極的には自分自身もその人も聖霊に満たされることを求めましょう、ね、光牧師の証を何度かしましたよね。お母さんがね、こう彼がね、ちょんまげ姿でもうともうあれ、ね、荒れ果てた時にね、本当に悔やためて、神様この子って時に、神様が国を変える、私があなたの子を変えれないかと言われて、彼は信じた。本当にこの子が神様に取られると思ってたら、マーリンキャンプで聖霊バブテスマ受けちゃったんだけどね。もういきなり聖のバブテスマ受けて、今まで幼い頃から学んできたことが一気に彼の中で動き出して、もう喜びで涙が溢れるっていうね。聖書読んだら泣けて、なもう嬉しくて泣いてきて、悔やめて泣いて、ほいでも友達がみんなびっくりしちゃって、あんまり変わったからね、みんな救われちゃった。バスケのすごい仲間たちがね、いわゆる体育会系、超体育会系の人たちがね、強かったから、彼のチームはね、あれは何かって、聖に満たされたんですよ。聖のバブテスマ受けると人って変わるんですよ。これが一番究極です。だからぜひ皆さんですね、今持ってる問題に対する解決と、もう一つ、本当に聖霊にその人が満たされる、私たち自身もですけど、それを本当に求めてください。これは必ず見、これに叶います。これ主がご自身が言ってるから、この箇所だけに他から見ても、神ご自身がそれを言われてるから、ぜひ見てください。そうするとね、聖霊と会えると人ってね、変われるんです。お互い自分でもできないことを神が成してくださるんです。しかも神が成してくださるから、本人も分かるから、もう神様素晴らしいって話し、人に言うときもね、大丈夫よ神様よってこう言えるわけですね。そういう証って聞いててもね、あ、大丈夫かしらと思うんですよね。私頑張ったのよっていう証はね、頑張る間に、頑張れなくなったらきついんです本当に頑張る間はいいけど、でも本当に神様の技を見る証ってのはね、希望を与えるんですね。で、じゃあそれをね、私たちお互いの人生の中に、愛する人の人生の中にたくさん溢れさせたいと、主の方が願っておられます。主の方があなたが神のもとに行くのを待っておられます。もう遠慮なく大胆に神のところに行って求めてください。十字架があるから大丈夫、必ず答えられます。それをね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たち一人一人語ってくださっていると思います。あの大切な家族がいます。あの大切な友人がいます。いろんな方がいらっしゃいますけども、その方にあなたがくださったご内容を感謝します。本当に主のところに行って、もっと大胆に求めてくる心と力をください。そして神様、あなたの祈りの答えをあふれるほどに見て、最後は聖霊満たされて、まさに神の栄光を見て、ご代表に導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りしたいと思います。罪があると祈りが答えられるので、まず悔やみしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めにしようことです。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、本当に素直に神に大胆に求めましょう。じゃあその願いに応えくださいます。天のお父様、一人一人の心の叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、神様の御業を表してください。勝利を表してください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。イエスキリストによって心と体を完全に治れ。イエスキリストによって恐れをその人の力出ていけ。膝の痛みをイエス様って見ず完全に癒されよ。膝から下にある痛みをイエス様って見ず癒されよ。低体温を完全に癒してください。この体の低体温を完全に癒されよ。
すごく施策が今否定的になっている方ですね。それ例です。その否定的な施策も大好きと足汚れた霊、その人の施策の力キリストですなって目指る。でけっ、ありがとうございます。感謝します。主様、あなたの癒しの御業を豊かに完全に表してください。完全に表してください。がんをエス様って目指る。完全に癒されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ恋願うくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。